かなまいの幻想入りラジオ。はい、ということで皆さんこんにちは。東方ステーションでアシスタント MC を務めているかなまいこと金沢舞です。今日から新番組として東方プロジェクト大好き声優として、よりライトに東方プロジェクトに触れていただけるようラジオをスタートすることになりました。うわー、いや、なんかなかなかなかったようであったようなみたいなラジオかなと思います。で、東方ステーションでは久しぶりの冠企画となっております。皆さん見たことあるかな。前は金沢舞の丸々する程度の能力っていう企画をやってたんですよ。皆さん見たことありますか。なんか飛ばされたり、なんかサイコロ何時間も振らされたり、なんだ、剣術、剣振り回したり、いろんなことをやっておりました。今 YouTube にあるのでね、ぜひ皆さんもちょっと見てみてください。で、この番組は東方を知らない人も、よく知っている人も、皆さんを楽しめるようなコーナーを用意してあります。皆さんがね、どんどん参加してくださったら嬉しいなと思っております。いやー、始まっちゃいましたが、なんかソロ、かなまいがソロで冠番組を持つっていうのがなかなか嬉しいところであるんですよ。いつもはね、ビートマリオさん、クール&クリエイトのビートマリオさんと一緒にステーションやってるんですけど、そっちはね、アシスタント MC っていうことでアシスタントしてるんですけども、こっちはね、私ソロですよ。嬉しい、イエーイあ、スタッフさんもイエーイってやってくれてる、ありがとう。なのでね、皆さんとなんか東方の話をのんびりしながら、なんかこう東方楽しいね、わーいって一緒にできたらいいなと思っております。さあさあ、まあ改めて初回なので、このラジオについて説明したいと思います。このラジオは東方ステーションと同じく東方プロジェクトを題材とした二次創作ラジオ番組です。はい、原作や、まあ、実在する人物とは関係がございませんので、ご注意ご容赦ください。そして番組スタッフとしてマロンくんがいます。なんだろう、みんなで言うと、インターネットサバイバーとかを作った人です、マロンくんと。あと東方ステーションのスタッフさんが手伝ってくれてます。よろしくお願いします。そして多分月に2本くらいラジオ動画を配信していきます。隔週になると思います。皆さんよろしくお願いします。そしてユーザーの皆さんからね、おすすめの楽曲やコメントやお便り募集するコーナーをどんどん行っていきたいと思っていますので、番組概要欄にあるフォームへぜひ番組の感想、お便りともにお送りいただけますと嬉しいです。それでは最初のコーナー行ってみよう。この東方ラジオ聞いてくれ。はい、ということで、まあね、東方にはね、やまびこの妖怪とかもいるんですよ。笠田に京子ちゃんって言うんですけれども、これはちょっと置いといて、こちらも初回なので説明をさせていただきますと、今回皆様のご自身のサークルの新曲でぜひユーザーの皆さんに聴いてもらいたいアレンジ曲があるよというものを X で募集しておりました。皆さんたくさんのね、ご応募ありがとうございます。本当に素晴らしいアレンジ楽曲が届きました。その中でちょっとピックアップして紹介していきたいと思います。さあ早速いきましょう。まずは1曲目です。サークル名シャムズパッチワークさんのブルームインです。原曲は桜桜ジャパニーズドリーム、ヨーヨームスノーオアチェリーペタル、東方ヨーヨームエンシェントテンプルです。どうぞ。はい、ということでシャムズパッチワークさんのブルームインでした。いや、すごいです。もう、なんかもうヘドバンしたくなっちゃうね。なんか私つい最近ちょっとライブでヘドバンしすぎて、あの首を痛めたんですけれども、いや皆さんもね、ぜひヘドバンしてみてくださいすごく楽しいですよ。はい、そしてシャムさん、幻想入りネームシャムさんからコメントをいただいております。シャムズパッチワークの代表シャムです。今年サークルを立ち上げて、今回の例大祭で初めて CD を出すので、とても緊張しています。
歌詞は白玉楼にいつかやってくるその日のお話で、従者を亡くした主の心情をラウンドロックにしました。ボーカルとして心の底から叫びましたので、ぜひアキレイで手に取って聴いてくださいとのことです。初めて CD を出すんですか、シャムさん、すごい。いや、これはぜひぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、ということで、じゃあ2曲目に行きましょうかね。2曲目の紹介です。サークル名猫食堂さんの星をめぐってです。原曲は科学世紀の少年少女です。どうぞ。星を目指していく清掃、遠すぎて届かぬ未来、願うなら綺麗な場所へ。本当は勇気もなければ見上げることしかできない、虚しいほど空っぽなままで。はい、ということで猫食堂さんの星をめぐってでした。いやー、もういい、青春の音がしたって感じ。本当にめちゃくちゃ可愛らしい。サビとかすごい爽やかでめちゃくちゃ良かったですね。はい、こちらもルーペペさんからコメントをいただいております。エモいアレンジになるように頑張りました。エレクトロの要素を取り入れて曲調がガラッと変わるところがお気に入りですとコメントいただいております。いや、心洗われるようだ。あんなアレンジ曲作れるようになりたいな。こうなれるかな、私も爽やかになりたいです。いや、ルーペペさんありがとうございました。ゲイラジ、続いてのコーナーに行きたいと思いますが、その前になんと番組アシスタントの方に登場していただきたいと思います。友人の愛さんです。よろしくお願いします。はーい、はじめまして。金前の友人の愛と申します。アシスタントをさせていただきます。よろしくお願いします。いやー、なんだろう、軽く自己紹介というか、自己紹介、金前とはまあ8、7、8、10年近い友人で、とてもお世話になってまして、こちらこそお世話になってます。お見合いみたいになっちゃってるけど、いや本当にね、もうかなりプライベートでもお世話になってて、金前のご飯を食べさせてもらったり、この前、唐揚げ美味しかったなとかね、ありがとうございます。もうそれぐらいこう仲良くさせてもらっててね、まさかラジオにまで出ることに、手伝ってもらいたいなと思いまして、私に手伝えることがあるのであれば何でもさせていただきます。今後もね、どんどん出ててもらいたいなと思ってます。はい、はい、あ、ちなみになんですけども、愛さんは東宝ってどれくらい知ってるんですか？どれくらいっていうと難しいんですけれども、なんか同人作品だから、何がこう本当にちゃんと出てるかとかが分かんないからちょっと難しいんだけど、あの、ゆっくり、ゆっくりマリサとゆっくり霊夢だぜ、で、それが東宝だっていうことは知ってて、で、ただそのなんかキャラクターとかは全然知らない、マリサとレームがいて、なんかどんな世界観なのかとかは知らないけど、高校の時に友達が東宝が好きで、東宝の歌とかはカラオケで聞いて、そう、なんか知ってるんだよね、東宝の曲結構、すごい歌があるっていうのをカラオケで聞いて興味はあったんだけど、入り口が分からなくて、あ、なるほど、なんかちゃんとなんかここからだよっていうものから始めたいオタクなの私。わあ、いいね。だからでもそれを探して結局入れなくて、今に至る。そんな方に聞いてほしいラジオです。打ち合わせしたかのような。ね、そうなの、みんなこの人ミリシラなんだよ、いわゆる。ミリシラです。そう、ミリシラ、東方ミリシラ女なのよ。女なんです。ミリシラなんです。ごめんなさい。逆に珍しいというかすごいんだよね、多分。こうね、こう通れそうで通れず、こう寄り切って、あーってなって、いや、そういう人多いと思うんですよ、ね、確かに。そう、そんな人の入り口になってもらいたいなと思いながら番組を作ってるので、みんなもなんか布教したい時に聞いてもらいたい、なんか布教したい時にこのラジオ聞いてよみたいな感じで、とっかかりになってもらいたいなと思います。だからみんな布教するんだよ。お願いします。お願いします。さあ、さあ、じゃあこのね、愛さんとね、次のコーナーに行ってみましょう。はい、お願い、幻想郷目安箱。わーい、うわー、わーい、うわー、目安箱、目安箱です。
幻想郷にある目安箱ではピックアップしたキャラクターからの質問をユーザーの皆さんに考えていただき、我々パーソナリティがいただいた質問に答えていくというコーナーです。なるほど、うん、お便りのコーナーってことでいいですか？そういうことです。これはでもみんながなりきってくれたお便りを届けます。幻想郷の住人たちになりきったお便りが届きます。なるほど、なりちゃです。なりちゃか、みんなわかるかな、聞いてる人たち。10年前にはな、うん、10年前にはそういうものがあってだな。なりきり掲示板というものがあった。あ、うん、うん、いやでも今もう X で近しいことあるよ、うん、あるかも。みんな X で多分なんかキャラクターの名前のなんだろう、ね、アイコンしてるなんかなりき、あれはなんていうの、なりきりアカウントっていうのかな、 なりきりみたいなみんなは見たことあると思うんだけど、うん、まあそんな感じです。そんな感じにさせられてます。そんな感じです、はい、そうとは知らずに送ってくれた方がいるかもしれないのに。今回のキャラクターはこちらです。ででん、フランボールスカーレット。フランドール、フランドールテンスカーレット、テンスカーレットさんです。とても海外な感じの名前ですね。あ、そうかもしれない。なんか日本じゃないんだ、うん、そうだね。東方プロジェクトって日本じゃないんだ。日本半分以上そうじゃない、カタカナの名前多いんだよね。でも日本の作品だよね、うん、一応に場所としては日本のどこかにつながっている幻想郷という場所がございまして。なるほどなるほど、はい、どっかつながってるんだ。そうなの、そこがわかんないんだよ。日本のどこかに幻想郷は。本当かよ。本当だよ、これ。それでカタカナ、ズンさんが言ってた。ってさあ、今回のキャラクターはフランボールスカーレットになりきった質問が届いております。まあ、フランちゃんはね、金髪、まあ、今ね見えてると思うんですよ。愛ちゃんが今フランドールスカーレットを見てくださってるんですけれども、ド直球な感想でいいですか、うん、いいよ。ド着想好み。おはい、ド着想好みいただきました。たまらん、金髪の赤目、たまらんな。いや、そうなんです。すごい人気高くて、すごいもう可愛らしいっていう感じがすごい。そうね、せっかくね愛さんがミリシラだから、そう、なんかこれをねちょっと面白くしていきたいなと思ってまして、うんうん、まあこれからどんどんねこのやっていきたいと思いますね。はい、ということでこの子についての紹介はね、あの皆さんからのお手紙の後にちゃんと紹介したいと思いますので、うん、まずは1通目のお便りお答えしていきましょう、はい、では友人愛さん1通目のお便りをフランで読んでください。待ってよ、途中までは分かった、うん、お便りを、ね、そう、フランドールから来たお便りを私たちが答える。フランちゃんで送ってきてくれてるから、フランちゃんで読むっていう道理は分かる、うん、私が読むの。はい、待って。かなまいって、東方プロジェクトのお姉さんっていうイメージが多分みんなあると思うんだけど、そうだね、東方ステーションで MC してるからね。職業ってなんだっけ。声優です。あ、いい声。声優です。私ってただのかなまいと付き合いの長い一般人です。一般人の友人なのに私がフランちゃんをするの。みんなきっとかなまいが読んでくれるんだろうなと思って。それ多分みんな送ってきてくれてる。そんな裏切りがあっていいの。でももう愛ちゃん、愛ちゃんは声かわいいし、なんか演技うまそうだから。あ、でも私愛ちゃんに読んでもらいたいな。実は、高校生の時演劇部だったんですよ、よし行こう。その高校生の時の演劇部のパワーを見せてくれ。オッケー、待って、フランちゃん入れる。あ、やる。いいよいいよ、フランちゃん入れて。今フランちゃん見て、あ、どんどん入れて。あ、フランちゃんかわいいね、かわいい。よし。ではお願いします。よし、じゃあ行きます。はい、幻想入りネームエチエチマンたかしさんからです。よし。ねえねえ、この前聞いて聞いて、最近お姉さまが紅茶のマンネリ化で困ってるの。それでね、かなまいのおすすめの紅茶が知りたいんだ。あー、なんか藤原さん、めちゃくちゃ良かったよね。ミリシラでここまで寄せてくるのすごくない。こんな感じだったよ。皆さんの中のフランちゃん汚せないかな、ね、大丈夫かな。てかみんなの中にいるのよ。みんなの中に各々のフランがいるからね。今のは愛ちゃんのフランだったっていうことよ。決まった声がないの、はい、ってこと。はい、じゃあみんなの中ではみんなの中でフランちゃんってこういう声だよねっていうのが、はい、みんな違うんだ。はい、
面白い、何それ。そう、なので今は愛ちゃんのフランでした。え、これってつまり間違いがないってこと、うん、ないです、全てが正解ってこと。あ、そう、全てが正解、そういうことね。あ、で、私のお便り内容入ってきた。ちょ、いちいちまんたかしでもちょっと入ってこなかったわ。待って、わー、この前のラジオってこんな自由なんだ。わかんない、こんな1つ目になんで一日マンたかしにしたの。一日マンたかし、ちょっと記念すべき第1つ、一日マンたかし。でも言いたくなる、なんだこの魔力。ごめんなさい。でも内容内容内容、こうちゃんがマンネリ化、待って、お姉様っていうのも知らない情報がいきなり出てきたんだけど。あ、フランちゃんはね、妹様なんですよ。妹様なの。妹様なんです、お姉様もいて妹様なんです、フランちゃんは。でもなんかお姉様のこういう困りごとを解決してあげたいって思ってるってことは、うん、フランちゃんって優しい子なのかなって、ちょっと、うん、どうだろうね。え、なんでそこ、なんで濁すの。そう、どうだろうね。ってことで、かなまいのおすすめの紅茶、紅茶を知りたいんだ。私も知りたいな。どうしようかな、諦めないで。諦めないで、諦めないで、はい、もうね、市販の紅茶が美味しいと思います。紅茶好き好き、マジで好きなの。これちょっとみんな笑わないで。待って、みんなは絶対そのダージリンとか、ごめん、私も浅くてごめん、ね、ダージリンとか、なんかそういうなんかこう茶葉、茶葉がふわふわって今なってたと思うんだけど、うん、ペットボトルドーンって買ってるんだ絶対。あー、じゃあ市販のじゃあでも私のが言っていいもんなんですか、ラジオって。何が好きなの？私の一番の紅茶の飲み方を教えよう。お、ほら、ちゃんとしてるでしょ？してるしてる。ティーバッグの紅茶、皆さんご存知ですか？ちょっともわかんない。今、三角形になってるんですよ。ティーバッグは。三角形ね。三角形。それを？それを、あの、あれね、ホチキスがついてないティーバッグにしてね。細かい。いや、それ大事、これ大事、これ大事なの。これに、お湯をちょっとだけ入れます。最初にちょっと入れる、はい、ちょっとだけ入れます。で、ちょっと待ちます、うん、2、3分待ちます。ただ、うん、ちっちゃい、ちょっとしたお湯のところがすごい濃くなります。めっちゃ濃い、めっちゃ濃くなります、うん、そこに牛乳を注ぎます。ミルクティーってことってことを電子レンジに入れます。ミルクはどれぐらい入れるの。もうじゃあミルクもういっぱい飲みたい、飲みたい、飲みたい、飲みたい。で、電子レンジに入れます、はい、あれがついてない、ホチキスがついてないやつって言ったのは電子レンジに入れるからです。そこまで配慮していただいたんですか。そうなんですよ。そういうことね。それで温めて飲む。これ美味しい。そこまでずっとあのティーバッグ入れたままってこと。うん、私ずっと入れっぱで飲む。美味しいんですよ、これは。なんかなんちゃってロイヤルミルクティーみたいな飲み方です。かなまえ、じゃあロイヤルミルクティーが好きで、はい、お姉さまにもあ、ぜひ ね、その電子レンジ幻想郷にあるんですか、電子レンジって。幻想郷に行っちゃったら幻想にないんだけど。あ、こっちに来てもらって、電子レンジをちょっとなんかうまい感じでね、うん、そう。じゃあこっちの皆さんもね、試してみて、ぜひぜひ試してみてください、ね、それでは続いてのお手紙です。アイさん、フランちゃん、お願いします。はい、では続いて幻想入りネーム、関成白レイムさんです。はい、こんにちは、かなまいさんでいいのかな。最近コーマ館で昨夜のお料理のお手伝いをしてるんだけど、お料理が終わって昨夜が洗い物をしてる時に頑固な油汚れが取れないってよく言ってるんだよね。もしかしたら困ってるのかもしれない。昨夜に褒められたいから、参考としてかなまいさんは頑固な油汚れがついてる時どうしてるか教えてほしいな。けなげなフランちゃんですね。そう、なんかやイメージ変わった。 お手伝い、待って、でまたね、私ごめんなさい、うん、ミリシラなので毎回言うんだけど、はいはいはい、昨夜誰。まあ、昨夜さん、フランちゃんはコーマ館に住んでいるんです。そのコーマ館でメイドをしている昨夜さんというかっこいい女性の方がいらっしゃるんですね。あ、かっこいい女性なんだね。そうなんです、いつかやりたいね、ミリシラ昨夜さんをね。そうやりましょうね。そうね、知りたい。そう、もっと知っていきたい。いや、なんかどんどん話したいんだけどね、さっきもね、いっぱい話しちゃったんでね、もうスパスパと、ね、解決していきたいと思います。お便りはすごく家庭的なかなまにぴったりだなと思って、頑固な油汚れですよ。頑固な油汚れはジョイですよ。ジョイバッで、なんかもうそのままあの油汚れについた水張ってバッ。このラジオはジョイの提供でお送りしております。大丈夫大丈夫、ダメだったらピーを入れて。ごめんごめん、ね、うん、あのジョイ、やっぱ油汚れってジョイなんだと思います。皆さんも使ってみてね。はい、ダイレクトマーケティング。幻想郷にはないだろうな。ないかな。うん、まあ、根性ですかね。さあ、どんどん行きましょう。はい、どんどん。じゃあ、みんなお便り、アイフランちゃんお願いします。はい、では3つ目ですね。幻想入りネーム、ヤマハさんからです。最近、お姉様が部屋でこそこそ何かやってるみたい。
ある日、お姉様が部屋にいない時間を見計らって、その部屋に入ってみたら、部屋の壁中に咲夜の写真がたくさん貼ってあったの。そんなに咲夜のことが好きなのかな。少し嫉妬しちゃうかも。だから、咲夜よりももっと私のことを好きになってくれる方法を教えてほしいの。何かあるかしら。今音入ったか分かんないけど、何かあるかしらの組みかしげでポキッなんかなんかこのどんどんお便りが進むにつれて、私の中のフランちゃんが、うんうん、あれフランちゃんお姉様激ラブ、うん、なんか、うん、そうかもしれないね。こう重たいところもある、うん、そうだね、なんかヘビーなところを見た感じがした、うんうん、なんかそれよりも咲夜さんのことがなんかとんでもないことになってきてるけど、なんかすごく三角関係が私の中でできてるんだけど、うん、まあね、これはね諸説あると言いますかね、おのおのにいろんなね解釈、いろんな解釈があるんですけど、解釈ってね、いろいろあるから、まあ、この方は、うんうん、レミサクキュンなのかなっていう私は思いますね。レミサク、まあいろいろあるんですよ。知らない方がいいこともあるかもしれないけど、うんうんうん、ね、もっと好きになってくれる。フランどうしたらいいの？あ、なら、あ、私フラン？フランはどうしたらいいの？フランちゃんね、どうしたらいいかな？フランちゃんまずは部屋を出て、うん、うん、あ、これ部屋を出て、あ、これ後で説明しますね。まずは部屋を出よう。うん、うん、まず部屋を出て、出てお姉様のところに行って、うん、ギュッてしてあげよう。ハグしたらドカーンってなっちゃうかもしれないけど、お姉様が、お姉様がドカーンってなっちゃうの？ドカーンってなっちゃうかもしれないけど、キュッとしてドカーンってしてあげよう。え、ちなみにお姉様は、うん、フランちゃんのこと好きなの？うん、好きなんじゃないかな。好きなんじゃないの？本当に？諸説ある。諸説、あ、難しい。金前の解釈教えて。私？まあ、私は、まあ、仲良くしていてもらいたいなと思いますよ。いい感じの姉妹愛、ね、そうだね、うん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 、じゃあ、うんうん、お部屋を出て、そう、お部屋を出てハグをしてキュッとしてドカンしてください。どやうん、じゃあどんどん行こうね。どんどん行こう、どんどん行こう。どんどん行こう。じゃあ4つ目です、ね、お願いします。はい、幻想入りネームフラリアさんです。はい、こんにちは。私は姉のレミリアと私フランが合体したフラリアよ。質問は、もし東方のキャラクターと合体できるんだったら誰と合体したいですか？理由も答えてください。待って待ってよ。どうしました？待って、まずお姉様はレミリア様なので、お姉様レミリア様です。オッケー、合体ちょっと、あなたと合体したい。これちょっと、これは、かなまいも困惑。だって、概念はあるの？みんな知ってる？あ、合体合体、あれだあれだってなる？ないと思います。だって、無限の解釈だって、これって。あ、でも、ま、なんか最近ちょっとこれ、いろんなキャラクターの要素を足したキャラクターとかは出てきたりはしてる、たまに。インターネットという世界で。なんか、あの、半分レイムで半分バレちゃうみたいなのは、なんか、私はインターネットという世界で見たことある。あ、もしかしたらこれある界隈なのかもしれない。知ってる人は知ってるって言った。でも、あの、フラリアには、あの、ステーションスタッフ一度驚愕しました。ザワっていう空気感が、ここからでも伝わってきたんだけれども、うん、待って、じゃあ、もう途中からもう私も、フラリアってなって、私はフランちゃんをやってたのではってなって困惑したんだけれども、うん、え、じゃあごめんね、私姉のお姉様のレミリアが分かんないから、はいはい、合体ってなっても分かんないんだけど、これ声優であるかなまいがやったら、うん、ちょっと待ってよ、どうなるの？いやいやいや、今日私やんないって決めてきたから、いや、そんな決まり事はないし違う、これは声優かなまいのラジオなんだ。冠初のソロ冠、嬉しいって冒頭で言ってたじゃない。言った。声優っぽいことしようよ、おかしいよ、アシスタント前に出すぎてるよこれ。言った、うん、聞きたいな、もう幻想入りネームのフラリアから聞きたい。難しいねこれね、あのさ、二人ともちょっとお嬢様っぽいというかね、まあ、姉妹だからさ、多少方向性は ね、まあ、ね、同じなんですよ。チューニング不安しかないチューニング。どうしようかな、いきます。
こんにちは。私は姉のリミリアと、私フランが合体したフラリアよ。質問は、もし東方のキャラクターと合体できるんだったら、誰と合体したいですか？理由も答えてください。分離したくなる。途中、なんか、こんにちはの入りは、あ、これがレミリアさんか。ってなって、私フランでね、戻ったけど、そんな、二面相みたいな、くるっくるってそんな変わるの、金前はイメージをしたってことだもんね。そう、私の、右向いたらレミリア、左向いたらフランちゃん。二つ合わせてフラリアってことね。そう、私の解釈。そう、みんなの解釈なんだもんね。そう、可愛かった、可愛かった。あのチューニングからこの声が出るなんて、声優さんですげえってなった。ありがとうございます。すごい、ね、すごいね。通りで私入り口探せないわけだ。こんな合体とか。いや、これはちょっと特殊です。皆さん、ご注意ください。特殊な例でございます。誰と合体したいですかも答えてないし。答えしない。誰と合体したいですかね。私、ごめん、わかんないけど。あ、そうだね。みんなに向けて教えてあげて。ゆかり様で隙間作りたいからっていう、はい。ゆかり様で隙間作りたい、はい。今後学んでいこうね。また出てくるかな。出てくるかな。勉強させてくださいね。ね、はい。はい。ここまでお便りに答えてきましたが、ここでちゃんとねこちらの子について紹介したいと思います。やっとだー。気になってた。行かれてんのよここまでさ。フランボールスカーレットというものが何かもわからない子にさ、はい読んでっていう、そう。この子の名前はフランボールスカーレットです。はい。はい。初出は東方コーマ教です。うん。はい。吸血鬼です。うん。吸血鬼。はい。ちなみにレミリアスカーレットというお姉さんがいます。うん、出てきてたね。出てきました。495年以上生きていて、お情緒不安定で、うん、少々気が触れているためか、通常は屋敷から出してもらえず、また自分から出ようともしないので世間知らずのまま育った子です。なるほど。そうなんですよ。コウマ教の地下かなにずっと幽閉というか、ずっと引きこもっている子になっております。普段は礼儀正しく、おとなしく可愛らしいのですが、いきなり不機嫌になったりもします。能力はありとあらゆるものを破壊する程度の能力という能力になっております。人間の襲い方を知らないため、手加減できずに跡形もなく吹き飛ばしてしまったりもします。だって思ってる作品じゃない。ほんと？さっきからキュッとしてドカーンとかちょっと入れてたんですけどね。いや、そんな可愛い擬音じゃないよ、これ。キュッ、人間の、襲う前提なんだ、しかも。まあ、いろいろあるんですよ、幻想郷も。怖っ。まあ、ちなみにこのキャラね、2023年の東方人気投票では陣容部門3位だったり、その前の年は1位だったのよ。すごい。本当に人気のあるキャラで、あのテーマ曲にあたる UN 応援は彼女なのか、もう曲だと1位なの。もう、ダントツの1位の人気が誇っております。大人気キャラですね。そうなんですよ。でもすごい気になるとこしかなくて、うん、前に進めないかもしれないんだけれども。どうだった？自分のさ、やったミリシラフランちゃんと。だからそうね、いろんな面があるね。だから、うん、普段の礼儀正しくて可愛らしい部分を、うん、あのお便りにしてくれた部分と、うん、その情緒不安定なところというか、うん、合体もそこに入るのかわ、うん、かんないんだけれども、うん、っていうところで、え、パワー系なんだね、しかも。そうね、そうなんですよ。こんな小さくてか弱いっていうイラストのイメージと違って、うん、全てを破壊する、跡形もなくです、ね、飛ばす。え、もう待って、もうキャラクターももちろん気になるんだけど、うん、東方そのものをすごい知りたい。うん、うわ、いいね、いいね。どういう話なの？どこから入ればいいのか、もっと早く知りたくなった。そう、フランちゃんはね、一番最初、うん、あの、Windows 版、原作ゲームの Windows 版になってからの初めてのゲームに出てきた EX ステージのキャラクターの。特別なステージ。そう、ちょっと特別なステージのボスキャラなんだよね。で、そこからもうず、あのね、しばらく原作に出てきてなかったんだけど、つい最近出た暴力異分っていう、まぁ、ちょっとまた別のゲームなんだけども、ゲーム、原作なんだけどね、そのにまたフランドルスカレット出てきて、もう私が破壊神よっつって、バーンとまた出てきて、みんな大歓喜みたいな感じの流れのキャラクターですよ。はい、先生。はい、愛さん。頑張れ先生。敵なんですか？あー、いい質問ですね。戦うんだよね。幻想郷ではですね、弾幕ごっこという戦い方があるんですよ。ごっこ？ごっこ。
遊びってこと？そうだね。女の子同士で弾幕ごっこして遊ぶんです。なんかもう字面だけだとなんか雪合戦みたいな、そうねみたいな。どうだろうね。そういう風に遊んでるかもしれないけど、うん、まあとりあえずでフランドール・スカーレットちゃんは一応敵キャラとして出てきます。そうなんだ。はい。いやでも本当に話も気になるんだけど、うん、私今回で本当にもうど好きなキャラができたから、うん、そっから入るのもありかもって思った。いいかもね。そう、フランちゃん推しはかなりいます、うん、そう、いいと思う。フランちゃんが出るものをたくさん探して、うん、そっからもう取り入れてっていいつか一本の道にたどり着くのかもしれない。私のフランを見つけるのね。なんかおこがましい気がする。いやみんなそうだよ。そうね、みんなそうやって東方好きになってってもらいたいなと思います。入り口が見えた気がしました、うん、まあというわけでね、今後もこんな感じでミリシラアイさんがキャラクターになりきって皆さんからの質問に答えていきます。皆さんも柔らかに聞いてください。はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。アイちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、皆さんからいただいたアレンジ楽曲を紹介していきます。続いての曲はですね、アクセプトワールドさんのツインビートです。原曲は UNON は彼女なのか。どうぞ。ということで、アクセプトワールドさんのツインビートでした。さあ、UNON は彼女なのか来ましたね。やっぱフランちゃんの話したから来ました。ということで、なんかこれすごいね、縦乗りジャンプしたくなるというか、もうフロアで聴きたい、クラブで聴きたい曲ですね。さあ、こちら、元素入りネームのアリアさんからコメントいただいております。私たちサークルのデビュー曲であり自信作です、ぜひ聴いてくださいとのことです。うわー、もうさっきからデビュー曲の人すごいクオリティ高くてびっくりしちゃう。いや、すごいね。これがアキレンでね、アキレン出るのかな、出るから送ってきてくださってると思うので、皆さんもチェックしてみてください。続いての曲いきましょう。サークル名電脳幻想音楽さんの電脳幻想音楽デモ音源です。原曲は偶像に世界を委ねて。どうぞ。そこにたどり着いた時、僕たちの場所はどこにもなかった。目の前にあるのはどこまでも偶然に低い透明で決して通ることもできないため、なんて僕たちはなれなかった。はい、ということで、サークル名電脳幻想音楽さんの電脳幻想音楽デモ音源でした。いや、ボカロすごい、なんか偶像のさ、ダッ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 ダのところがなんかピコピコしててめちゃくちゃ可愛かったですね。こちら、サークルの国分けさんから、国分さんだったらごめんなさいからコメントいただいております。東方ステーション様、かなまいさん、新番組のスタートおめでとうございます。ありがとうございます。早速素敵な募集企画を開始してくださったので、自分も1曲投稿させていただこうかなと思います。この曲の聴きどころは何といっても東方×ボカロ、サブカル音楽の2大柱がコラボした、ありそうであまりなかった曲なのが聴きどころかなと。そしてサークル名をそのままタイトルに持ってきた楽曲、こういうのみんな好きですよね。僕は大好きです。爽快感あふれるかっこいい系の曲になりました。お耳に合うと幸いです。よろしくお願いします。だそうです。こちらで、ね、今デモ音源だったんですけれども、なんか来年の例大祭で出すそうなので、皆さんチェックしてみてください。ゲンラジというわけで、1回目のラジオですが、皆さんいかがでしたでしょうか。なんかすぐわちゃわちゃしたラジオになってしまいましたが、みんなついてこれてるかな。たくさんのお便りの
募集だったりとか、あと楽曲たくさんいただきました。本当にありがとうございます。この後またなんか皆さんからいただいた楽曲の件なんですけれども、すべてこうまとめてどこかの機会で紹介できたらなと思っております。なので皆さん今後もまた募集することがあると思うので、どしどしご応募お待ちしております。そして間もなく11月12日第10回の白麗神社秋季例大祭がありますね、はい、本日ご紹介させていただいたサークルの皆さんの楽曲が気になった方は、ぜひサークルの皆さんに感想だけでも伝えてあげてください。これ本当に大事。直接だったりでもいいですし、ツイッターでもいいです。この楽曲すごく良かったよって伝えてあげてください。よろしくお願いします。そして私かなまいも例大祭でサークル参加をいたします。県の 19AB で出ますので、ぜひちょっと新作のグッズなんかも作ってますので、ぜひぜひ皆さん私のサークルにもお立ち寄りいただけたら嬉しいです。あとね、例大祭の特設ステージの方でやったりもするので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。良い東方ライフを。